じゃあ続きいきますよ。でここまでのまとめですけど、北市と消防の取り組みの効果で循環器救急の野良の救命例が出てきているよということですね。迅速かつ安全な転移搬送はできてはいるんですけども、実際重症の AMI 患者の救命はできてないんだよと。実はね、知らない方が良かったかもしれませんが、実はそうだと。で、北市における循環器医療でまだ未解決と私が認識している最大の相手は AMI だよということからお話の続きをしていきたいと思います。遅れる。で、始め8日な、8日なと。ちらほら日中の心筋梗塞が始まってますけども、だいぶ遅れるのか。これも遅れる。さっきもこんな感じだった。遅れる時と歩きの進展の時があるで、メニューの続きですけども、まずは搬入されてきた患者さん、救急外来ですね、ウォークインの人もいれば救急車の人もいますけど、この救急に来た重症者あるいは急変患者さんを死なせないために何とするかということですね。でこれ先月やった、先々月ですね、外来の看護師さん向けの勉強会、心肺蘇生法とトリアージというのをやりました。市民病院では2年前から院内トリアージというのをやっていて、救急度判定支援システムというものですけど、あんたより遅く来た患者さんいるけど、ご予約だったらそっち先に見ますよということを、掲示して、一定のルールに基づいてやりますよというものです。で、60歳なんで、例えば胸部こう薬管できた、土曜の午前とか日曜の午前とか混んでるじゃないですか。顔色悪くて冷や汗やって、ハーハーしてる。だけど歩ける。朝から見せて、もう昨日から全然食えなくて。ちょっと動くと息が楽しい。いうのできて、こんな顔の人どうですか。これこの前に10人並んでるとして、皆さんどうしますか。先に声かける。でもどういう根拠でその人に声かけるか。うちの外来の看護さんもできるんですよ。で、理由を述べられますよ。ちょっと呼吸が荒いんだよね。呼吸が荒くて苦悶様、しかも訴えは共通だ。これは十分にトリアージ赤で、早めに、その前に熱発で膝痛いとか10人の人が並んでても先に見る理由には十分なるんですよね。この救急外来ではこういう初期評価をしています。重症化パッと見て、血圧測るんじゃない、パッと見た時、廊下であそこに座っている人をこうすれ違う時に、あ、この人先に見ようという初期評価、血圧測るとかではなくて、パッと見て重症感があるかないかの判断材料として、気道が開通しているかどうか。気道詰まってたら4分で死ぬので、気道が一番大事で、呼吸回数あるいはハーハーしているかどうか、呼吸状態ですね。循環は、血圧、脈、冷や汗とか、冷や汗冷たいんじゃないか、これは血圧測らなくても触るだけで分かるはずですよね。で、重症だったらもうすぐ処療室、救急外来だったら中にご案内しましょうと。病棟だったら入院している患者さんがこういう状態でナースステーションに相談に来たら、ちょっとすぐ横になってとか、ベッドに横にしてあげるよということになるだろうと思います。で、O2IV モニター、 OEMO とキーワードも OEMO というふうにしています。これをプライマリーサーベイ PES の ABCD アプローチなんですけど、外傷の時もよくあるんですけど、生命を脅かすような病態があったら、すぐに対処しないとやばいよ。さっき O2IV モニターで多いものってますけど、酸素ルートモニター、医者だったら超音波心電図胸部レントゲンで猿も超心機と。これは、これ福島のスライドですけど、福井大の林先生とか猿も超心機っていうね、全国の研修向けの勉強会でやってますけど、でこれが外傷救急でプライマリーサーベイ、そこから、トリアージの処置した後にセカンダリーサーベイですよ、一息ついて次行くよ。
というのを昔からやってるんですけど、内科救急も一緒だというので、この JMEC っていう私のディレクターしてるコース、内科救急のコースでも同じように教えます。初期 ABCD で重症かどうか見て、必要だったらすぐ寝せて O2I 分まで、そっからアレルギーがないかとか、今日はどうしたんですかという話に入りなさいよという順番なんですけど、これをすっ飛ばして、いきなり顔色悪くて急がないといけない人、点滴もモニターもつけないで病歴を一生懸命聞いてたらその場で死んじゃうんですよ。その場で急変しちゃう。で、それはちゃんとステップを踏んで初期対応してれば、そういう急変、外来急変は避けられるわけですね。この病歴、内科疾患というのはこの 病状期、症状期というのは、特に AMI なんかは、チクチク痛いとかじゃなくて、こう締められるようなゾーンに踏まれるような症状だとか、肩とか顎に放散するんだとか、教科書的な話聞くとすぐ分かるんですけど、そんなことはどうでもいいんですか。あ、どうでもいいというか、最初の5分はどうでもよくて、共通できて顔色悪かったらすぐ寝せて O2I のモニター、寝せた状態で OPQRS という病歴を聞いて診断つけるんだ。内科疾患の診断は確かにこの病歴聞いてなんぼなんですけど、具合悪そうな人に、しかるべき初期対応をしないですぐに詳しい話を聞くんじゃねえよということですね。で、その他救急外来の急変を減らすためにやれることは何だというと、この当院でも去年から今年も開催しますけど、救急学会認定の ICLS コース、当院は ME さんも、8年技師さんも受けてくれてますけど、特に医者、ナースはもう全員その場で倒れた人の救命にちゃんとリーダーシップを取って関われないといけないんだろうと思います。特に急変のリスクが高いのはやっぱ仮定室だから、仮定室、特に急変リスクが高いのは透析室だから透析室で、あえてやりました。これ、去年のコースうちで受けた人はこんなもんだと思ったかもしれませんが、透析室や仮定室で救命講習やるのは全国でも数箇所しかないと思うんですね。これちょっと結構珍しいアイデアというか、準備も大変だし、たまたま仮定室が緊急で使う施設ではない状況だから、まあ、できたということですよね。で、まあ、こういう共通患者、呼吸困難の患者、心不全だと思っても、心不全の中に何割か、心不全で入院、緊急搬送されてきた患者さんの中に、半分まではいかないですけど、結構なパーセンテージで、虚血性心疾患の人がいます。中には AMI の患者さんもいるんですよね。なので、共通が来た、心不全が来たとなったら、もういつ心臓止まるか分からないから、O2I のモニターはもちろんですけど、患者さんは到着してから医者が行くんで遅いし、ナースも他の仕事しながら、いつものちょっとした患者さんと同じようなお出迎えではいけませんよということですね。どのぐらい死ぬのか、心不全って書いてますけど、まあ、AMI で、心不全合併がない人の死亡率が 5% 以下なんだけど、前肺野でジャバジャバ失声ライオンが聞こえる心不全のひどい人は実は 30% 以上の死亡でしたよ。ショックに至っては半分以上の人が亡くなるんだよと、いつ死んでもおかしくない人だと思って迎え撃たないといけない。特にこういう膝呼吸でハーハーしている人、苦悶表情、この格好で来る人、横慣れない人って一番重症です。横なると静脈関連が増えて苦しくなるってことだから、すぐにモルヒネ使ったり、硝酸剤、血管拡張させてあげたり、陽圧換気の準備もしないといけないし、いつ VF になるか分からないと思って DC をそばに置いておかないといけないよと。患者さん、これ実際こういうふうに、さっきまでサイナスだったり VF になった瞬間から心肺停止ですから、いつこうなるか分からないよというつもりでモニターを外してあげようと。で、放射線技師さんも今日いますから、習慣的にね、多分昔の医者が心電図モニターなんか入ってたら診断できねえじゃねえかよって言ったんでしょうね。で、放射線技師さんたちはポータブルレントゲンを取る時に必ず心電図モニターを外しましょうと習ってるんですよ。でも外してる最中に AMI の患者さん、心不全の人は死ぬかもしれないんですよ。急に痙攣を起こした、今度は痙攣か、それはね VF に決まってるんですよ。なのでモニターつけてたら失わない人を死なせちゃうかもしれないから、
特に共通の人、心不全症状で来た人、モニターの心電図、ラインは絶対取っちゃいけない。この心不全の人、ここにリードがあったからって、この救急外来のそもそもの条件のあるポータブルレントゲンの診断レベルには大差ないんですよね。で、いよいよこのドア2バルーン時間の短縮を目指す話なんですけども、これがね、まあ、皆さんそのうち分かりますけど、夜来るんですよ、AMI っていうのは。今まで皆さんの目に触れてない心筋梗塞の人がいっぱいいます。なぜなら夜中に孫先生が転換で連れてってるからです。まあ、もちろん亡くなるのも皆さん病棟でさえ分かる通り夜ですけど、夜の夜ですけど、心不全 AMI で呼ばれてる時間が5時、10時、7時、8時半、4時、朝7時、朝4時、朝7時。こんな感じですよ。心筋梗塞ってこういう夜中から朝方にかけて起こす病気なんだよと。で今までは、この時間帯に来た患者さんを夜のうちに秋田市に運んでいったんだけど、できれば毎日とは言わなくても、あるいは、必ずスタンバイしててとは言わないんですけど、来れる日があれば、例えばさっき紹介したST 上がってる患者さんが孫先生のピッチに携帯に情報が来たよ、でもこれは家庭をすぐしないといけない、患者さんが到着したら家庭室すぐ準備してというふうな情報もあれば、まあ、あらかじめやるつもりで皆さんに集合してもらって、来れる人いますかというので集合をかけて、集合できるんであれば家庭をやるし、ちょっと集合が難しければ北に連れていくしということで、少しでも北市内で解決する心筋梗塞の患者さんを増やしていきたいな、その中で亡くなってた患者さんを救えるケースが出てくるんじゃないかなと。戻ったこれ言うとですね。で、ちょっと心筋梗塞のおさらいというか、改めて血栓病ですね、冠動脈狭窄、いつも仮定して広げてる強室動作性狭心症で血管が細くなっている人の硬い血管を広げるのとはちょっと違います。ちらほら AMI の人は治療してますけど、ヒルとか血栓吸うだけでね、流れは戻るんですよね、心筋梗塞です。なぜなら狭窄は大したことなくて、中等度狭窄、中には高度狭窄の人もいますけど、主たるは血栓なんですね。ここにプラークに湧いている、この黄色い部分はプラークで青い部分が内腔だとすると、のプラークのヴィラン、あるいは海洋から油が内腔に出てきたよと、それに対しての止血反応で血小板が集まってきて、フィブリンが集まってきて、どんどん血小板が増えて詰まっちゃう、これが心筋梗塞なんです。詰まりかけが不安定狭心症、詰まったのが心筋梗塞なので、カテやってその詰まってるところに吸引カテを入れて吸うと、これはこんなに取れる人はあまりいないですけど、血栓、鼻血が固まってね、突っ伏してるやつを1時間ぐらいしか取ったらブヨーンとこう出てくる時がありますけど、そういうのが冠動脈の中から引けてきます。で、まあ、診断はやっぱりお話聞いて、臓に踏まれたような、帯を締められたような苦しさだと、そういうことだったり、まあ、この虚血性心疾患というのはチクチクじゃなくて圧迫感だ、ここっていうよりは、なんだか分かんないけど、胸だか腹だか分かんない。さっき痛かったけど、今は全然、2、3秒痛いんだよりは、まあ、ずっと痛いんです。で、典型は、メタボな4、50代、タバコ、まあこんなところですかね。タバコはほとんど多いですね。だけど、中には糖尿病で、胸の症状が鈍い人は、心化物できたり、吐き気だけできたり、顔色悪いみたいな。お年寄りのおばあちゃんと糖尿病で10年以上通っているような人っていうのは、ちょっと典型的な症状じゃない、それこそチクチクしてたら心筋梗塞だったという15年選手の糖尿病の人とかもいますから、まあ、症状だけではなくてね。で、心電図の早くつけないといけないんですよね。来て共通できたら、いろいろお話聞いてる暇あったらさ、もう横にして心電図つけながら話聞きゃいいんじゃないかなと、救急外来だったらね、病棟で具合悪いよという人も、まず横にして心電図取りながら話聞きゃいいんじゃないかなと思いますよ。で、診断つくんですけど、つけたらこの胸部誘導で ST がガバッと2ミリ以上、
しっかり上がってたら、全摘中核酵素かなと、ADP が詰まってるんじゃないのというふうになりますし、今度これはどうですか、心電図はどうやって見るかというと、なんとなく全部見るんじゃなくて、下壁高速であれば 2,3,F,F でまとまって同じような変化した、これは 2,3,F,ST が上がってます。さっきの人は V1 から4で同じようにそろって上がってますけど、この隣り合った同じブラグの人型が同じ伴って同じ波形変化をしている、 2,3,F 同じブラグなので ST 上昇する下壁高速だろう、なので右の反動で1番でこの人は詰まってましたよ、 2,3,F 上がってて、これは回復高速だな、これ知ってるぜ、だけど何か知らんけど V5、V6 も上がってるな、これは回壁だけじゃないな、側壁もだな、じゃあもしかしたら大きい回線子なんじゃないか、まあ、回線子の回壁側に行ってる回線子の変数でこういう変化でした。心電図はいいんですけど、まあ、言いたいのはこのどっかに ST 上がっているところはないかどうか、特にこうしっかり上がっている、なんとなく上がっているように見えてもいいんですけど、ちょっと上がっている下がっているを 見抜けなくてもいいので、はっきりこうやって上がっている人を見落とさないようにしてくれればいいな。で AMI を疑ったら、帰りを疑ったら、配属されたらもう死ぬ人、死ぬかもしれない人なので、お芋さん O2IV モニターですよと。ちなみに AMI と確定診断ついたら、モルヒネとか酸素とかニトロとかアスピリンとかという処置をします。で、キーワードとして患者さんから離れちゃいけないんだ、なぜなら突然 VF になって心臓が止まってしまうかもしれないから。ちなみに、まあ、心不全の人でしたけど、外来の講習勉強会の成果か、先月ね、救急外来で心室細動だった人、慌てて人呼んで、コードブルーかけて、人集めて、心肺蘇生して社会復帰した人もいますよね。僕ヘリで大学に1回送りましたけど、まあ、ちゃんと初期対応ができて、ICLS をチーム蘇生でやれれば、VF の心肺停止が結構助かるんだよと。今まではみんな亡くなってたかもしれませんが、しっかり心肺蘇生したり、迅速にカテやったりすれば、キタキタの心肺停止で今まで死んでた人も結構救命できるんじゃないかということですね。で、さっき心不全の中に AMI が隠れてるって言いましたけど、特にこういう、普通に前の日まで飯食って普通にしてた人が、突然胸痛、呼吸困難だというので、もう来た頃には意識も悪い、呼吸は全然、酸素化を発電所測れませんみたいな、もう電撃的な経過でもうみるみる悪くなっているというような場合には、大体主幹部病変、結構やばい心筋梗塞で、こういうのはね、転院搬送で連れてっても多分救命できないですね。で、秋田市内の病院でも、ドアトゥーバルーン時間はあんまり普段気にしてない、AMI やってるけど、そんなに異存はないよという施設では、カテ台に乗らないんですよ。こういう人は多分診断つかずに亡くなってるんですよ。中取病院のドアトゥーバランジが早いので、主幹部の人年間1人か2人必ずいますけど、他の施設で主幹部の AMI 見たことないっていう術者結構いるので、それは、取っかかりが遅いからなんですよね。で、例えばこの人ももう電撃発症でみるみる悪くなった人、カテ台に乗ったらもう心肺停止直前でしたけど、主幹部が詰まっててということで、急いで勝て治療ができたので IBP 入れたりして、集中治療をしましたけど元気になった。この人もウォークインできたんですよ。胸苦しいって言って、最初のうちは看護師さんが病歴取ってたんですけど、だんだんゼーゼーしてきたなと思ったら、もう昏睡に、その場で昏睡状態になって、冷や汗と一緒で喋んなくなったなと思ったら、もう座ったまま動けなくなったという人で、直ちにストレッチャーに寝せて、アンビュー加圧しながら仮定室に行ってという人だったんですけど、やっぱり AMI で、もともと左に心筋梗塞を1回起こしている人が反対側の右に AMI を起こしたりすると、こういう天気とか主幹部閉塞と同じように一気に悪くなる。なので心不全と思っても中にはこういう超重症心筋梗塞の人も紛れてて、そういう人はちゃっちゃと診断してちゃっちゃと加圧しないと
助かる人も助かる助けがないということですね。この人が多死病変とは限らず、前に心筋梗塞やって2回目の心筋梗塞だったらこの場で死ぬかもしれないですよね。そう思ってこういう苦悶表情の共通を訴えているような人、呼吸の荒いような人っていうのは、こののほほんと新聞のエロ漫画読んでる人よりも先に診察してあげるんだよということですね。で、心筋梗塞の発症から PCI までのドアトゥーバルーン時間を短くしないと、そういう重症もうみんながみんなではなくても、ある程度ふるいにかかった後は心筋梗塞の人も大丈夫な人は大丈夫なんですけど、100人いると5人から10人そういうやばい人が紛れてるよと。だからこそ急いで勝てしないといけないということを分かっていただきたいですね。で、特にうちに関して言えば、仮にちょっと遅かったとしても90分以内に再完了させるために電話来たら30分以内に病院に来ないといけないのだと。もう、まあ、秋田市はそうですよ。ちゃんとオンコール体制にしてて、もう20分以内にスタッフは来てよというふうにして、20分以内に来れる人をその日の当番にしてくれるというのでやってるし、医者はもっと早く来ないといけないから10分か15分ってば言ってました、冬でも。だけどこの町はそうはいかないですよね。なので、まあ仮に1時間かかったとしても、それでも秋田に送るよりは早く直してあげるし、カテがやれるって決まれば送るよりもこっちでやってあげた方が、 AMI に関しては手技は難しくないですから、患者さんにとって大きなメリットになると。で、これからちょっと相談詰めないといけないところなんですけど、 AMI が来た時に誰が患者さんを呼ぶ、あ、患者さんじゃない、スタッフを呼ぶかということです。それは病外来の看護師さんじゃないってなんとなく思うでしょう。でも AMI の患者さんが救急外来に行くっていうのは、もうすこったま業務量が多いんですよ。パラルジン、パラビックス、アスピリン飲ませるとか、まあ、いろいろこう点滴のオーダーが出たり、おしっこのバルーン入れないといけないとか、酸素何リットルだとか、心電図電話して呼ぶとか、レポータブル心電図呼ぶとか、ご家族の人に説明して、医者のブースに案内して、話ここで話聞いてどうしよう、帰ってくださいねとか、で何回もモニター見ながら血圧測って、記録につけると。で、サチュレーション下がってきたとか、胸痛あるとか、ちょっと先生この人胸痛訴えるとか、じゃあミオコール早送りするか、血圧また測って、症状良くならないと、じゃあモルヒネ、じゃあ麻薬取りに行かなきゃ、麻薬薄めて何 cc にします、もうとにかくやることいっぱいあるよね、看護師さん。で、うちはあんまり AMI と同時に、特に深夜帯に他の患者さんがいっぱいいるってことないですけど、中通りとか日赤とか、聞く意もそうだね、もう一晩中患者さん来ますから、もう次の患者さんがまだですかみたいなね。あとはね、今プシコのさっき返した人まだ来たとか、ね、こういう時に限って、でさっき CT に行った人もう増え終わったんで迎えに来てください、 MRI 迎えに来てくださいのとか、もう結構かぶるんで、婦人科で行かないといけないと、なんで今来たんだよっつって、病棟でやってくれよとか、こんなのはもう全部一気に来るの。なので本当救急外来がもう罠なんですよ。でこの合間に、ME の藤原ですけど、何の患者さんですか、もうくだらないこと聞くな、もう MI って電話行ったんだから、もう何の患者でどんな感じとかっていうのはやり取りしちゃダメ、呼ばれた人は。いいですか、呼ばれる、もう AMI でオンコール呼ばれてくるっていうのは、もうはい分かりました、行きます、何分に着きます、もうそれだけでやらないといけない。なぜならこういう救急外来というのはこんなお祭り状態になっているよ、なんなら急変して心麻している時だったらし、いっぱいやることあった、とにかく着替えもするし、その他に仮定室準備するよとか、もうちょっとゾッとするね、 AMI が緊急仮定でそれから入院だとなると、そこたまやること多いんだよということ。なので外来の看護師さんにスタッフを集める仕事を任せちゃいかんということですよ。なので、まあ、こういう話は事務の人にも後で私からもちろんしますけども、コールセンターっていうのを作った方がいいと。患者さんにトラブルがある、あれ誰と誰、結構あるんだね、慣れてない
心筋梗塞が増え始めた病院っていうのは、あ、放射線技師さんに連絡してないとか、呼びで全員集まったと思ったら、このようなこのようなあ、電話してねって言ったら、そこから呼び直して、そこから来るまでの時間ですよ。患者さんはもう来ると、うん、みんな揃うと思って駆けついてたら全然始められないとか、で来てないっけみたいな、もうただ電話番だけしてる事務の人だからこれは大丈夫ですけど、あのいろんなことやってる看護師さんにこの仕事を預けたらもう確認は無理ですね。で、まあ、ご存知の医者なんで絶対そういうの無理ですね。で一番怖いのはアスピリン飲ましてないステント血栓症を起こしちゃった、これ治療不成功になるし、いや見てないうちに痙攣を起こしたなと思ったら死んだ、最悪、こういうの最悪ですよ、ね、なので、これ僕救急学会に論文書いた時も2番目結構重要高いなと思って書いたんですけど、従事者とメディカルスタッフによるんです、コールセンター、これがもう統計上も言われてて、このやり方でやってる施設と片手間に医者とかナースが片っ端から電話の当番の人に電話したり、誰かいないかなって電話やってると、もう平均鳴らして15分前後の遅れが出てしまう。ドアトゥーバルーン90分切りましょうってやってるのに、このやり取りで15分遅れてくるバカらしったらしょうがないですよね。それで患者死んだのが最悪ですよ。ということで、このドアトゥーバルーン時間っていうのは考えれば考えるほど、いざやるってなるとすごく奥が深くて、もう1分縮めるのに相当な苦労が必要なんだよと。でまずはね、データをちゃんと出さないといけないですね。だそれはもちろんなんですけど、データを把握した上で、結構、いや、うち早いよ、90分なんてかかんないんじゃないかなって言ってる、データも出してない医者がいっぱいいるんですけど、あの数えるとウォークインの日中に消化器内科受診しちゃった人も全部ひっくるめて平均で出しますから、90分なんかでもそんなデータ出してない病院で切ってるわけないんですよ。なのでそのぐらいこのドアトゥーバルーンっていうのは僕自身思い入れがあって、いやましてや北で、あのこっちから診断つけて送ってるのに、もうカテて決まってるのに大学病院で60分もかかってること自体もちょっと実は許せないし、もっと早くやってくれよって思ってる。で、まあ、中通りではまあ、60分は切れなかったですけど、普通にモラ発症の日中の内科とか消化器受診しちゃった人も含めて絶対に90分を超えないようにという意識でやってましたから、こういった雑誌の執筆も担当しましたし、ドアトゥーバルーン時間ってね、まあ、今だけど Yahoo とか Google で入れると結構上の方にね、僕が書いた中取病院で の報告が、ね、出てくるんですよね。なので今は再生回とか他のセール化とかの方が先に出てきますけど、当時は僕もやってなかったので中取病院が真っ先に出てきてました。で今でもね、中取はドアトゥーバルーンが早いので、平均で65分ですね。で、紹介患者、前もって診断がついてくる人はもっと早くて52分。再完了はですね、来てから再完了は52分。なので、1時間後にはもう下手したら ICU に入ってたりするんですよ、平均だから。でそのぐらい早いよ。で早いよっていうのが分かってると開業医からも救急隊からも信頼されて紹介が多いので、結構抜きに出て心筋梗塞の患者さんが中取病院は今でも多いそうです。さて、いざ家庭室で受けるというので、ちょっとこれは後日ね、順番に勉強していこうかな。実は家庭始める時にもちょっと紹介したあれなんですけど、特に心筋梗塞の患者さんっていうのは家庭中にトラブルがいっぱい出ます。広げすぎたら破くかもしれない。ラプチャー、冠動脈破裂、ワイヤーでつっついて破いちゃう。あんまり、心筋梗塞で使うワイヤーで冠動脈や穿通させるってことはないですけど、まあこの辺はタンポナーデで結果的になってしまうかもしれない。命に関わることもあるし、病棟に行ってから急変することもありますよ。あとは再冠流直後に VF、これはね結構ある。待機の過程で VF になったのは、去年おととしで1例だけでしたね。だけど、AMI の時は詰まった血管が再管理した瞬間にブラブラブラッと VTVF になることが結構あります。特に右なんかは3人に1人ぐらいになるんじゃないかな。なので DC かけたいな、
回ってたら、まあ、そーっと再管流ワイヤーが通る頃に吸引過程を持っていく頃に DC のそばにいて維新の指示を待つと、まあ、そういうのでもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、そのぐらいの意識を MI の人は VF になるよという意識を持って、しかも VF は1回ショックかけると大概治るんですよ、再管流のやつは。一気にこう詰まってた間に心筋に溜まった壊死物質が静脈血流がわって戻ってきたことで、起こる一過性の不整脈なので、一回 DC かけてちょっと心麻するとすぐ治ります。大丈夫。逆にね、心カテしなくても途中で血栓がちょっと溶けて順行性の血流が若干出るときあるんですよ。恐ろしいのは、転移搬送の途中で突然VF なるやつ、再管流して突然 ST が下がって VF になっている。多分安嶺先生が転移搬送で3回 DC かけたあの人は、右の冠動脈の AMI で詰まったり流れたり詰まったり流れたりしてたから VF を3回も起こしたんだろうと思うんですね。あとスローフロー、これはね、血栓閉塞特有っていうか、壊死物質がね結構柔らかくて汚いものですから、右の一番で詰まってた病変を吸引してステント入れたら、そこのデブリスとか海みたいなプラークとか血栓が抹消に流れていって、結局ね枝全部詰まっちゃって、閉塞起点が変わっただけで詰まったまま血流が戻らない、 ST が上がりっぱなしで戻らない、症状が悪化した、血圧がかえって下がった、かえって徐脈になった、遷延して治れません、こういう病態になることが稀にあります。前もってこう叱るべきアスピリン、プラビックスとか薬入ってない時になりやすくて、今はアイバスで見て、広げすぎないようにとかっていうのをやる場合もあるので意外と大丈夫なんですけど、そういうこともあるし、あと術後病棟行ってから急性閉塞、今ステン、これもねアイバスで見てちゃんと、やめる時のね心配なさそうだって確認してからカテを終えるとそんなにないんですけど、昔 AMI でアイバス入れると血栓増えるからって、ね、控えてた時あったんですけど、そういう時期はね5人に1人12人に1人病室行ってからまた症状が悪化して再度緊急カテーテルということがありました。そういうのが今でもゼロではないよと。あとは、プラビックスが入ってなかった、効きが悪かった、まあ、そういったことでも起こりうるし、むしろ抗血栓薬飲んで消化管出血を起こして貧血になったから、血栓傾向が増して、3日後に再度心筋梗塞と同じ症状が出てきた、 ST が上がってきたなんてこともないわけではない。これはリハビリ中でも起こりうる話。あとは、まあ、緊急に限らずですけど、造影剤、薬物アレルギーとか急性の腎不全とか、まあ、いつもカテで気にしてる合併症も合わせて気にしないと。と AMI とか結構苦しくて怖いし、死ぬ死ぬ言われてカテ内もありますから、終わりましたよって言うと、今まで血圧良かったのに急に血圧70まで下がって、右の AMI じゃないのに徐脈になった、迷走神経反射、これはもう待機カテよりももしかしたら起こりやすいかもしれない。で怖いのは、迷走神経反射は輸液して足上げたらすぐ治るんだけど、見分けつかないね。例えばベータ遮断剤、ビソプロロールもともと飲んでる人が徐脈でショックだ、これが迷走神経反射なのか出血性ショックなのか、右の AMI の徐脈ショックなのか、もう見分けつかないなってことがあるわけですね。だから心筋梗塞の時はただでもそういうトラブルが起きやすいところに、迷走神経反射も高頻度に起きますから、いろいろこう気にしてみないといけないよ。何回も心電図を取ったりとかね。あと、まあ、病棟行ってからタンポナードで地発性にショックになったり頻脈になったりすることがあるので、何回も血を取ったり何回も心電図を取ったり、重症部屋でベッド上安静で見ましょうねというのはそういうことが理由としてあります。まあ、まとめの方になりますけど、北秋田市における循環器量で未解決かつ最大の問題は AMI だという紹介をしました。で、心筋梗塞の救急搬送は残念ながら、時間外、特に夜中から早朝にかけてが多いので、これから当院でもやるということであれば、これは皆さんにもそれなりの覚悟をしていただきたい。
で心筋梗塞って待機のいつもの孫さん赤木がやってる待機の狭心症の方よりも術中術後のトラブルがやたら多い、やたら多いです。なのでそれもそのつもりで、しっかり頻繁に症状を聞いたり足しにく患者さんの顔を見に行ったりモニターをしょっちゅう見る、アラームが鳴ったらすぐ見る、そういった風にして関わっていかないといけないんですよ。で、まあ本当は能代大館っていう風な段3段を来る前は思ってて、ここから診断つけて送るだけで30分送るだけいいな、早くどっちかで緊急家庭24時間やってくんねえかなと思ってたんだけど、2年経っても全然そういうの無理だし、まして秋田の患者さんもどうぞ連れてきてくださいなんていつになってもならなさそうなので、とりあえず北秋田市の、心筋梗塞の患者さんを、今失っている患者さんを救えるとしたら我々しかいないだろうと思います。で、差し当たって、皆さんと相談したいなと思っているのは、この迅速にドアトゥバルーンタイムを90分以内を目指して、夜中はちょっと難しいかもしれませんが、2時間でも2時間半でもいいから、秋田に送るよりも早く患者さんを楽にしてあげて救命率を上げるための迅速化のために必要な方法としていろいろお話ししましたけど、特に差し当たり呼び出し方をどうするかで、それぞれの部署で誰がどうやって呼ばれるか、一人でいいのか、バックアップで一人相談するかとか、そういったことを、ちょっと詰めておきたいなと。もちろん、重ねて言いますけど、ちょっと人が今日集められない、どうしても都合つく人がいないよという時には、今まで通り秋田に送るということでちゃんと対応しますから、集まれる時にできればなるべく多くの患者さんをそうやって救っていければなと思います。ああ、大事なこと書いたのにはみ出た。なんて書いたんだっけな。現在の我々の戦力だけでどれだけの効果が出せるかはちょっとまだわからないんですけども、私としてはこの夜も含めた24時間の AMI 対応というのは県北に来て一番やりたかったことです。なのですごくワクワクしてますし、できる限りのいいので皆さんの協力をお願いできればなと思います。ということで2つ目のお話は終わりになります。後半喋りすぎたか、何か質問はないでしょうか。メッセージは伝わったんでしょうか。ビデオ止めちゃおうか。